はい、今回ご紹介しますのは、ホテル、ビアイングループのビアイン京都四条室町さんです。ここがね、烏丸通りで、この奥、これが四条通りで、向こうに見えるあのアーケードの入り口が錦市場だから、これが錦小路ですね。今これ烏丸通り、はい、これが烏丸通りね。向こうが北です。で、錦小路通りで、地下鉄上がってきたら烏丸通りを、錦小路をこの西にいる、めちゃくちゃね、立地いいですね。地下鉄市場で降りたら、でこの辺りはね、あの祇園祭りの山鉾が立つところで、この左側には裏出山保存会ってありますけど、ここ裏出山だし、タイガー餃子会館、飲食店もねたくさんあって、便利がいいですね。今早朝に撮影してるんで全然人いないですけど、普段は車とか人とかめっちゃ多いところです。で、この錦小路をずっと今ね、西に進んでます。ここちょっとね、工事してるから分かりづらいんですけど、ここにローソンがあって、ここが最寄りのねコンビニです。で、ここまっすぐ行ったらコンフォートホテル、コンフォートホテルの前がゼゼカンポッチリですね、あのしみだれ豚まんので、ここまっすぐ行ったら菊水鉾がね左側にあります。で、ここを右に曲がる、これ室町通りです。室町通りを今北に上がってますね。で、右側のこのレトロな建物が京都芸術センター。で、左側に見えてきたこの町屋っぽい外観がビアイン京都四条室町さん。めっちゃなんかビアインっぽくないですよね。で、さらに北へ上がると、ちなみにこのね、左側はマンション、ホテルっぽいけど、ああ、過ぎちゃった、これ山伏山。って感じで、ここほんとね、祇園祭りでめちゃくちゃにぎわいます。そんな立地にあるのが、ビアイン京都四条室町さん。なんかビアインって言ったらね、駅前ってイメージですけど、京都の駅の八丈口にもねビアインさんあるみたいですけども、こちらは四条室町にあるビアインさん。じゃあ見ていきましょう。はい、で、左側が朝食会場、6時半から10時まで990円、リーズナブルな朝ごはんですね。和食か洋食セットメニューなんで、こっちトイレで、左側がフロントで、
こっちなんかね、駐車場があるみたいです。で、自動生産機で、あとアメニティバイキング。カミソリとクシはね、有料だそうです。コーヒーがドリップ式なのが嬉しい。4階にね、自販機とコインランドリーがあるんで、ちょっと先に見てみましょうか。どこか、あ、ここやね。はい、よいしょ。この中にコインランドリー、ランドリーと、あと自販機。自販機はね、ソフトドリンクだけですね。で、私は3階と。3階です。319。エレベーターホールにズボンプレッサー。結構空気がある。319。はい、いいよ。入ったら差し込み電源、非常口はあっち。はい、見ていきます。これね、シングル A っていう一番ちっちゃい部屋だと思いますね。で、電源入れたらと。はい、まず入ったら左側に靴ペラ、スリッパは部屋に置いてあると。はい、で、全身ミラー、消臭スプレーで、ハンガー。なんかこのベッドの向こうに窓があるからちょっと開けにくいね。まあいいか。で、バゲージラック、空気清浄機、テレビはちょっとね、ちっちゃめです。これなんかお、なんか、あ、これは開けたらあかんとこか。はい、で、ベッド周りがもうね、ここにコンセントがあるのが嬉しいですね。で、目覚まし時計。で、ここに常備灯。常備灯、ここにあるのいいですね。なんか、常備灯っていつも思うんですけど、めっちゃ分かりづらいところにあるから、結局、非常の時に役に立つのかなっていうのが多いんですけど、これやとすぐに分かるからいいですね。で、ティッシュ。で、これが冷蔵庫。これなんやろ。なんかあったんかな、昔。で、結構ビジネス、やっぱりビジネスホテルなんで、仕事する人を意識して、机はなんか大きめにしてますっていう風に書いてました。仕事しやすいですよね。一番狭くてこれですからね。で、ここにもコンセントあるからパソコン使うのにいいよって感じ。で、ここに電話と、ここにもコンセント2口。コンセント1、2、3、4、5口ある。これ今も回ってきたやつ。コーヒーとボディタオル。はい。歯ブラシもなんかね、2種類あった。毛先が選べる。で、ここに、あ、大きめの小泉のドライヤー。で、マグカップ。いいね。大きめのマグカップ。で、タイガーのケトル。ということで、はい。で、ゴミ箱。ベッドはね、これ大きいな。ダブルベッドじゃないけど、結構ベッド大きめ。で、これが部屋着。よっ。はい。部屋着はこんな感じ。はい。ワンピースです。よっ。で、ちょっとあの部屋の外見ましょうか。よいしょ。よいしょ。
のすとこんな感じ。これ3階から、まあ、特に何も見えないです。はい。よい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 よ。で、ここにエアコン。めっちゃ暑い。エアコンつけよう。暑い。で、照明のスイッチ。はい。じゃあ、バスルーム。いいよ。はい。こちらね、ユニットバスで、シャワートイレ、バスタブは、まあまあ、深さあっていいんちゃいます？うん、深いね。シャワーヘッドもなんか、今風。カラーもなんか今風。アメニティっていうか、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープもなんか、ちょっとおしゃれ。はい。こんな感じ。はい。はい。ということでね、こちらが、ビアイン京都四条室町さんの一番ね、小さいシングルルーム A っていうタイプのね、お部屋でございました。